んなに甘い相手じゃないぜ、須藤恭一は。そう言わずに思う存分走らせてやろう。こいつは何かを試したくていろは坂まで来たんだ。ここの下りはすごいぞ。これほどダイナミックな急坂下りは他にない。関東エリア一番のダウンヒルステージだと俺は思っている。生半可なマシンは通用しないぜ。始めるぞ。モータースポーツ仕込みのテクニックがストリートの幼稚なテクニックに劣るわけがないんだ。序盤は同意でタイヤを温存させてもらう。なるほど、少しはやるようだな。恐るべき適応力と言っておこう。俺の目はごまかせないぜ。後ろについて走っていればバックミラーを覗くだけではわからないものが見える。こうして後ろにつけばお前の走りが手に取るようにわかる。奴は俺よりも速いスピードで曲がっている。スムーズなだけが鳥居に見える走り方だが、その裏に何か隠してやる。確かにお前は速いぞ。ここまで本気にさせてくれるとはな。奴のタイヤは何ともないのか。どうなっている。最短距離を大胆にカットするグラインド、ヒール&トゥー、そしてゼロカウンターの4輪ドリフト。確かにお前は速いぞ。わざとオーバースピードで突っ込む高等戦術だ。ものすごいハイテクニックだぜ。プレッシャーをかけても乱れないのは大したもんだ。ここからは本物のパワーが必要なんだ。見せてやる。須藤恭一流勝利への方程式。勝負の行方はゴールラインを過ぎるまで分からねえ。縮まらない。奴もペースを上げているというのだ。お前は群馬エリアだけでとどまるスケールじゃない。凌介は目をかけているわけがよくわかったぞ。